你收看的频道是牛奶大师台。各位朋友，大家好，我是大师。OK， 好，经过一段时间，事情忙完了，我们开始录下一个剧情吧。然后，其实《圣域之歌》1.6其实很多人已经播完了，我比较慢，没办法，有很多事情。然后，我现在玩的版本已经是有更新过了，像那个。 毛毛的那个这一招，伤害已经变得很高了，然后魔王战也变得比较容易一些了。但是，我觉得有点太容易了，希望可以赶快出难易度给自己调整的版本。也是没东西啊。然后像冲刺啊，已经可以无限冲刺，就是你只要跳跃过一次。 它会永远会保持冲刺的状态。这里是，我能下去吗？不行那它怎么拿？那现在不能拿吗？那毛毛应该可以，也打不到，看来现在不能进去。可以蹲下吗？不行吧？ 然后我们打完吐蕃王的话，会拿到一个什么吐蕃王的秘密卷轴，然后不知道怎么拿。杯中之水可以恢复活力，增加携带者的生命。看那个拿不到，好吧。 在这没东西，好。没东西。吓我一跳。 好，然后冲刺也可以两段式跳跃。我是回血啊！真的。哦。冲刺下去吗？不行，对不对？还是有按键可以往下蹲。没有，不行。我要什么？ 好，现在看来没办法走过去，可能要给某个技能吧。看到，好吧。等一下，温泉也可以回血。 去呢？我没看到，我先回血了。出去了。 Nice。我靠，难怪毛毛你说什么温暖的情绪让人放心，这出口也太……真想不到小土拨竟然在这挖了出口呢。哪里啊？这最好是出口挖在我们家篱笆旁边呐、啊！哈哈哈，还真是完全没想到自己有个洞。对啊，想不到我们家和土拨竟然有这样的连结。干脆灌水进去，把里面填满好了。这样可能会造成聚落地下结构遭到破坏，不能视为一个好方法。不对，我怎么跟你这句话认真呢？哎，算了啦，反正结论是抄了捷径回聚落，还得回胸肌酒吧交差呢。也对，土拨洞挖掉老娘隔壁的事，改天想到再来算账。我要胸肌酒吧。可以再进去吗？也可以耶。啊，不能进去了。好吧。嘿，娟娟，我来了，娟娟。那卷轴到底什么时候可以用啊？又是你。私が因縁をつけるって？因縁をつけられる。そっちも反省しろよ。他就这样走了。嗯，读取有点慢，不知道是电脑关系还是怎样。然后，如果用生活配音的话，其实毛毛在那个 BOSS 战的话，提醒你那个 BOSS 会从哪边过来。但是我觉得这样调我很麻烦，因为我想先录日文配音给大家听。戻ったぞ。わあ、よかった。わーい、ありがとう、ウザートのみんな。よかったです。若い森の番人たち、やるわね。あなたたちなら、キングドップを倒して、お宝を取り戻せると信じてたにゃ。心配して探しに行こうとしていたくせに。もう、おしゃべりなんだから。今回は本当に助かったよ。これから必要なことがあれば、何でも言ってね。アナの宅急便にお任せ。安心で最速の短距離旅行サービスです。いろんな場所にキャンプがあり、行ったことのあるキャンプなら、ほとんどの場合は素早く届けられるので、好きなところへお送りしますよ。冒険の旅ですごく役に立ちますよ。うお、そんなにすごいのか。いつか使ってみるよ。さすがアンゴラの疾風。わあ、ウーフ様、この男の妻になりたいです。こら、さっきなんて言ったかしら。ダメですよ。ほらほら、約束のお酒だよ。よっしゃー、あれだけ頑張った。ご褒美くらいやってもいいだろう。ほら、お兄ちゃん、そろそろ時間。おばあちゃんのところに戻らないと。明日ナイルが出発するんだ。そろそろおばあさんのところに戻ろう。出発？あなたがウザートの聖女だったのね。はい。どうしたんですか？神から授けられたその使命。きっとその理由があるわ。どんな困難にあっても、あなたの神を信じて。お兄ちゃんの俺を信じた方が頼りになるぜ。ほらほら、そろそろ行こう。一口だけ飲ませろ。あ、そうだ、キキちゃん、聞きたいことがある。お前もどっぽい一族なら、この綺麗な二人のお姉さんと朝から晩まで一緒にいたら、もしかして、我慢できずに？ない。ん？どうしたんですか？お兄ちゃん。私と一緒でストレートだな。私、恋に落ちたかも。こら皆さん面白いですね。それでは皆さん、失礼します。もういいだろう。行こう。小さな妖精がビールバラだなんて見ていられるか。別の日にまたほだらしに来るよ。みんなありがとう。きっとまた会えるよ。運命、変えられるかしら。天は自ら助くる者を助くと信じている。然后我的不知道为什么有时候画面会变暗，很奇怪。这下耐送的上帝开枪塔，他会在看到帐篷的地方等待我们。如果已经用力手上的武器或者感动想象不太懂什么，就看看安耐送卖什么好东西吧。看向耐送使用到他指令跟他互动，就可以看到他头上多了3点图示。选择3点图示后，就可以开启3D功能。但是东西买完之后可不会自己有效果，即可打开装备界面确实将武器装上。千万记得换装备只能找安耐送处理。要是为什么的话，武器装备这么重，总不会全部带在身上到处跑吧，对吧？啊，等一下，我想到重要的事情了。各位冒险的时候可能会拿一些怪怪的东西，虽然背包无论如何都装得下，但洗姆总是不够的。这个时候可以交给我回收屋处理，我会依照物品价值不同交换洗姆给你哦。意思上以后跟我买虫壳什么的咯，虫壳很好用，按比例干燥后，芽叠花叶磨成粉，很多男生会来买来强壮的哦。强壮哪里？啊，算了，我不想知道，好像是下面。哦，啊，还有最重要的是，要是捡到特别卷轴，记得带回来找我。那些卷轴都厉害的武器设计图，因为我有很多材料，就可以立刻做出很棒的新武器。然后就可以卖给你们新武器。都帮忙找设计图，还要花钱给你买武器哦。对啊，因为提供材料的制作是我啊。靠，好了。你们带的土拨王秘密卷轴我已经看过了，所以等等就可以买新武器咯。这么快？新武器雷塔托克开卖，也太快了吧！虽然我觉得有诈欺嫌疑，算了，能多少提升一下战斗能力也是不错的。好，然后刚才珍讲了一道，珍跟呜呜有讲什么命运可以改变吗？代表说他们应该已经看过，二煞图就是主角们的未来的吧？私はジェーンよ。应该是吧，我觉得啊。もうジェーンが一族を探したいって言うから、私たちはこの世界に来たのよ。然后，哎，这边可以下去的。所以看一下。哦，胸肌浴场。等我告诉你一个秘密，别说出去哦。什么秘密？我不会跟别人讲的。其实啊，我是厉害的魔法师哦。魔法师？对啊，现在跟你说话，只是我的分身，而我本体真的不远的地方。这家伙大概什么妄想症之类的毛病吧。从一开始就有一堆母鸡从东边大批的涌入，招都招不完。哦，神秘客，爱护蜥蜴人，很讨厌杀蜥蜴人。偏要等到有人屠杀了10万只鸡之后才跳出来，10万只鸡耶，那肯定很难过。这个人是很像某个房间里面那个魔法师占卜师，这么凶。要是瞬间成功那个人攻击，听说会得到什么好处之类的。要怎么从非常非常遥远的东方国度逃过来？说是天律不可参哦。啊，那不是重点。我怎么老？ 怪哦，这边很奇怪。呜。好卡好卡。落ち着かねばならぬ場合を学ぶんだ。好帅。落ち着かねばならぬ場合を学ぶんだ。这两个是一起的。OK， 这个。なにじろじろ見てんだ。なにかよ。哦，小可。哦。 你的身材真好，肌肉线条又漂亮，一定很受女人欢迎。得了吧，你的那种生活麻烦死了。说的也是，有时候真不懂他们在想什么。还是跟哥们相处踏实，这个肌肉有道理。那个啊，感觉真可口。嘿，你在摸哪里？这是什么剧情啊？嘿嘿嘿，说平常都怎么练的？不就那样子练吗？没什么绝活啦，敷衍人家。好吧，决定今天你要是不说，就不让你睡。什么东西呀、啊？酒吧里面已经够奇怪了，浴场这边更奇怪。 何かよ。あったかい。我觉得那个打扫人很像那个某个房间的人，很像。我肚子好久啊。太久了，OK， 很像这个，哎，我感觉不是。我们来买东西吧。购买，这什么、啊？常见的二煞图装版。哎，我买了。 我刚以为不能买，霸斩，帮耐送防治失落兵器，蓄力可进行一次强力攻击。然后刚才有个服装，哦，盾牌可以换吗？ 哦，有蓄力。 哦，帅哦！好，哎，有鸡肉吃。奈尔，明天就要出发了，行李和季服、饰品都没有遗漏吗？当然喽，奈尔早准备好了。毕竟填充系是福沙汉姆最重要的大事，可不是儿戏。奈尔这么细心，哪还轮到我阿姨来操这个心？我倒是想看看奈尔穿上勇武祭服在骑乘仪式上的舞姿，你说是吧，上山雅？我相信这次将是有史以来最动人的祭典，那绝对是前无古人后来者的全面画面。你的意思是连神和恶魔将奈何的舞姿都会放在忘了手头上的工作吗？啊，对，就是这样。你们真是的，哪有那么夸张啊？虽然已经准备起了，但是奈何希望哥哥也能帮奈何打造一个护身符带在身边，包在我身上。铸造可是我最拿手的，今天晚上就做一个护身符给奈何随身带着。哥哥最好了，有个这样的妹妹才是最好的啊。OK， 我们先存个档好了。这边也可以，不行，不能存啊。哦，这可以什么拿？啊！ワイン、ナイルや夕食の準備はできてるよ。ジョシュアも一緒に食べな。ありがとう、おばあさん。お客さんを迎えての夕食は久しぶりだね。ナイル、アンゴラの星がどうして客なんだ？将来は我が家の？いい加減にしろよ。え？何ですか？ワイン。お前がアクセサリーを作る姿を見ていると、お前の父親を思い出すよ。昔は凄腕の銀細工師で鍛冶屋だったんだ。もちろん、素晴らしい戦士でもあった。お父さんの魂は、きっとバルハナにあって、神々とお酒を飲み交わしている。ナイル、お前の父も母も、60年に一度の天衆聖女にお前が選ばれたことを知れば、きっと誇りに思うだろう。我が家のナイルが美しい娘に成長したとな。ええ。ワインもな、お前の父親もバルハナで今のお前の姿を見て安心してるだろう。またバルハナか。戦士の天国とかいう伝説を信じないわけじゃないけどよ。証拠も何もないのに、幽霊とか神とか。でも死んだ後、本当に伝説のように、戦乙女がこの魂を迎えに来るのなら、美人かどうか見てみたいな。お兄ちゃん、そんな言い方したら、戦乙女様に失礼よ。私たちは、バルハナの神々の庇護を受けているから、こうやって元気でいられるのよ。それに、里を守ってもらっているのよ。だから絶対にそんなこと。わかった。言ってみただけさ。いつもこの話になったらブツブツ説教垂れるのはやめろよ。ワインはワインなりの方法で神を敬っているんだよ。だからナイルもそんなに目くじらを立てるんじゃないよ。もう、おばあちゃんはいつもお兄ちゃんに甘いんだから、お兄ちゃんは。あははは。ジョシュア、今回はオートから来たんだろう？ここまで順調に来れたかい？ん？ああ、おかげさまで無事に来れたよ。ただ、遥か遠くの海にナインヘッドが現れたという噂を聞いたよ。サウダーシュ？ん？オート・フサルハイムからここに向かう途中、南の里でこんな噂が流れているのを聞いたんだ。教会一帯の樹海がどういうわけか、ゆっくりと侵食を受けて徐々に海中に沈んでいる。それと、今まで存在しなかった悪魔のことも耳にした。突然大量の悪魔が現れて、あちこちで危害を加えているって話だ。まさか、最近ディアウルフがよく里に現れるのと関係しているというのか？それだけじゃない。樹海が沈没していることで、アントラーの領地も小さくなっているようだ。それって、太古の時代に樹海の周りに住んでいたっていうアントラーのことか？そうだ。聞いた話によると、アントラーたちは大々的に侵略を始めた。奴らが行くところは、どこも大きな被害が出ている。生存者と最後まで抵抗した司祭たちを捕虜にして、ナインヘッドの生贄にした。本当に、残酷すぎるわ。そんな、それはどこの里の話なんだ？ゴアール。アントラーがこうして、あっという間に南の里を占領したのは、どうやら、ブラッドアイの力を借りているようだ。ブラッドアイ？うん。伝説では世界の中心であり、生命の木でもある、トラシルの前の守護者。ブラッドアイ一族。もう何十年も奴らに関する情報は聞いてなかったわ。ゴアールはウザートの盗難だったわね。はっ、たかがアントラーじゃないか。俺たちの里はお飾りの花瓶なんかじゃないんだ。来るなら来てみろ。全部やっつけてやる。こら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 ！ジョシアの話をちゃんと聞いてんのか？ブラッドアイ一族もアントラーに手を貸してんだよ。アントラーだけならなんとかなるが、もしブラッドアイ一族の正規軍まで相手になると。恐れるなって。何愛かは知らないが、攻撃してくるんだったら、全部まとめて倒してやるよ。とにかく、今回僕は、ナイルをフサルハイムに連れて行くことと、みんなにこの情報を伝えるために来たんだ。ナイルは安全にフサルハイムに行けるのか？安心しろ。フサルハイムに戻るときは砕氷船に乗るんだ。ウザートの東の運河に沿って進んで黒金運河に出て帰る。とても安全だ。それに何かあったら僕が命をかけてナイルを守る。キモ！そんな軽々しく命をかけるとか口にすんじゃねえよ、バカ女子や！二人とも、俺に迷惑をかけるようなことはするなよ。ジョシュア、もし何かあったら、必ず追いかけていって一発お見舞いするからな。ジョシュア、このことをできるだけ早くアイギス長老に報告して、すぐに守りを固めるよう説明するんだよ。わかったかい？安心してください。明日の朝一番に、アイギス長老に報告します。ばあちゃん、心配しすぎだよ。アントラーが攻めてきても、俺がいるじゃないか。口が過ぎるよ。いつまでも敵をやっつけることを考えてちゃいけないよ。本当の戦いは、口で言うほど簡単なことじゃないんだから。私もお兄ちゃんが怪我するのを見たくないわ。うん。おい、アンゴラの星、フサルハイムの剣と盾、しっかりナイルを守るんだぞ。妹のことは頼んだぞ。わかったから、そんな怖い顔でこっちを見るなよ。ワインもな、森の番人の剣をむやみに振り回すなよ。よし、できたぞ。ナイルのお守り。お守り？お兄ちゃんは根拠のないことは信じないんじゃなかったの？うん？ナイルは俺が戦乙女のことを敬ってないって責めて、みんなはヴァルハナの神々の庇護を受けているんだって言ってたよな。だから、俺は罪滅ぼしの意味も込めて、お守りに戦乙女の像を彫ったんだ。このお守りは、きっとナイルを守ってくれるはずだ。どんなお守りなの？ナイルはきっと気に入るはずだ。ああ、すごく綺麗な鈴だわ。ありがとう、お兄ちゃん。戦乙女様のことで、ナイルはもうお兄ちゃんを責めたりはしないわ。ワインの彫刻の腕前は、もう父親にも負けてないね。本当ね。すごく特別なネックレス。お父さんがお兄ちゃんに残したあのネックレスと同じくらい素敵。ナイル、お兄ちゃんのことが大好きだよ。こんな妹いいな。みんな少し休むことにしましょう。あなたたち男の子は寝なくてもいいけど、ナイルは寝の国に体を清める準備をしなくちゃいけないからね。夜が明けたら、フサルハイムの司祭たちがナイルを迎えに来るわ。ねえ、お兄ちゃん。後で部屋に来て、ナイルの相手をしてくれない？なんでだ？それは、これからしばらくの間、お兄ちゃんと会えないから。出発前日の最後の夜なんだから、お兄ちゃんはナイルのそばにいるの。それは、わかったよ。うわぁ、こんな妹いいなぁ。ぷぷ、羨ましそうな顔してどうしたんだよ。僕は別に。さあ、ナイル、こっちへいらっしゃい。お前のためにお祈りをさせておくれ。今後しばらくは一緒にお祈りができないからね。ああ、偉大なる神々よ。そして、バルハナの戦士の英霊たちよ。尊き皆が世に広まり、我らは共にいざ褒めたたえん。バルハナを与えしことは、まさに我ら神々の異名なり。御心の天になるごとく、万物の敬意を受け入れたまえ。我らは誠意の鹿で称賛する。この魂を救いたまえ。美酒金銀を献上して祈りを捧げん。ナイルと共にあらんことを。ナイルのために進むべき道に火を照らし、ナイルを導きたまえ。ナイルの長い旅路での無事を守りたまえ。死の影の谷にも、渦巻く汚水にも、遮られぬように。ああ、偉大なる神々よ、そして、バルハナの戦士の英霊たちよ。この地の娘を守りたまえ、そして、導きたまえ。この娘が羊の群れを導くように。神々よ、我らは地上の迷える子羊。我らは悪から逃れることはできませんが、誘惑を遠ざけることを求めます。我らはここでバルハナのすべての霊に祈りを捧げます。すべてが神々に帰されんことを。我らはここで、ワルハナのすべての霊に祈りを捧げます。すべてが神々に帰されんことを。はあ、よし、終わったよ。おばあちゃん、ありがとう。お父さんやお母さんも、ナイルを守ってくれるはずよ。おいワイン、司祭たちはもう略奪者の歌を歌い始めてるってばよ。うるさいな。おい、なんだよ。だからこんなところで何やってんだよ。さっさと行け。行かないよ。別に帰ってこれないわけでもないし、ナイルだってもう子供じゃないし、自分の面倒ぐらい自分で見れるさ。何バカなこと言ってんだよ。だってそうだろうが。天囚聖女に選ばれたことはいいことだ。ウザートの女の子なら誰もが憧れる名誉なことだ。それに、ナイルにはジョシュアがついているしな。それと昨日は一晩中ナイルと一緒にいたし、兄としての役割は今日ここまでなんだ。そうしないと自立できない。自立だよ。わかるか？考えてみろよ。今はまだナイルのそばにいてやれるけど、フサルハイムに着いたら、ナイルはこの兄と一緒にいることができないだろう。だから今から、ナイルに兄がいないことに慣れさせるんだよ。その時になって、風の精霊司祭たちに笑い物にされないためにもな。俺たちウザートの天囚聖書は、頼りない女の子だって言われたら、ナイルだって面白くないはずだ。そうだろう。まあ、どっちにしろ儀式はもう始まる頃だろうから、今から言っても。おいワイン。いつからそんなおしゃべりになったんだよ。それに、言ってる内容と表情が全く合ってねえし。略奪者の歌をずっと歌ってやがる。うっとうしいな。何イライラしてんだよ、このシスコン。それは、違うよ。超スーパー大バカ野郎。まだ無駄口を叩くつもりかよ。ナイルのことが気になるんだったら、今すぐ見送りに行けよ。こんなところでぐずぐずしやがって、能なしの森の番人じゃねえか。オカマ野郎。おい、言い過ぎじゃないのか。言い過ぎ？うん。そうだな、オカマ野郎だなんて。やっと気づいた。オカマに謝らないとな。ワインとオカマを比較したら完全にオカマに失礼だよ、クソ。こいつ、喧嘩売ってんだな。てめえ、声がでかけりゃ偉いのか。ほら、かかってこい。ビビってたまるか。こいつめ、そうだよ。俺はシスコンだし、ナイルと別れるのが辛い。それが悪いのか？俺が恥ずかしがってたらダメなのか？やっと認めたな。そうしたいのならすぐにそうすればいいんだよ。兄が妹のことを思って何が恥ずかしいんだ、このヘッポコ。さあ、差しで勝負しやがれ。ママ、幻影無敵愚獣連騎だ。マジか。じゃあ俺は奥義邪気白雲山。この歌詞、今の状況にぴったりだ。本当だ。もも、ごめん、ちょっといい子じになってたよ。私もちょっと言い過ぎたな。あそれじゃあ、行こうか。まだ間に合うかな。とにかく突っ込むか、船に飛び乗ればいいんだよ。戒律を破るのがワインの専門だろ。よし。じゃあ、急いで出発だ。あ、そうだ。なんだ？ん？ありがとう。すまんね。好，因为还不能存档，不知道要去哪里找我们的奈尔。这集差不多了，因为已经录蛮长的，快49分钟了。这集剧情比较多。我先存个档。好，那我们这集到这边结束啦。那喜欢频道的话，那我频道订阅，欢迎到粉丝团的赞与追踪最新消息。谢谢大家会持续观看《摄影之歌》利落的剧情哦。好，谢谢大家的收看喽，谢谢，拜拜。